シュメルキン。10番ミカエル・シュメルキンさん、イスラエル。イスラエルショート終わって14位、ミハエル・シュメルキン、28歳になりました。ウクライナ・オデッサの生まれ。ジャンプの力とコミカルな表現力も持っています。苦手のルッツはどう克服するでしょう。そのルッツ、ダブルアクセル。ループはクリーンな着氷にはなりませんでしたが立ちました。きっちりしたスピンです。アクセルは2回転半。トリプルトー。2回転になったフリップ。ローマニア、そして J-Wish の民謡を使っています。トリプルアクセルに挑みましたがダメです。サルコー3回転、立った。ダブルトー。フライングキャメルからそのままシットスピン。最後は得意のコンビネーションスピンで締めくくりました。イスラエルのミハエル・シュメルキン。しかしジャンプは思うようにいきませんでした。この辺りが難しいところです。ジャンプだけでもまたスピンステップだけでもという総合的な要素が要求されます。いわゆる構成としても技の種類としてもバランスというものが非常に重く見られる競技です。しかも採点競技、自分の力を出し切ってアピールしていく、彼の独特のこの表現力、ストレートラインステップで場内の手拍子を取りました。スケーティングの技術としてはなかなかしっかりしたものがあります。課題といえばジャンプの力かもしれません。エディ、ハババ。שלום ישראל, שלום מטולה, שלום לכל הצוות מרכז קנדה。最近ですとこうしてアピールする選手が多いですが、中でもショートと違ってフリーが終わりますと完全に、オリンピックでの演技が終了ということで、何か緊張感から解き放されたそんな表情がうかがえます。それにしても4分30滑りますと本当にこんなに汗をかくんですね。ですから陸上競技にしますと4分半、1500m 速い人で 2000m からどうでしょうか 3000m 近くを滑り切るということになると思います。まずテクニカルメリットは4点台の中盤から後半、この得点を見た瞬間にちょっとコーチ陣の顔が暗くなりました。彼は実は表現力の方が少し上がりました。2歳のミハエル君、長男と奥さんのサリーテ君と3人での今暮らしを行っています。